動画配信サービス、ディズニープラス、ディズニープラスで配信されているドラマ、将軍将軍は、いよいよ、ラス前の第9話が配信。これに合わせて、アクションシーンのメイキング映像が解禁となった。主演兼プロデューサーの真田広之ら制作陣、キャスト陣が、徹底的にリアルを追求したアクションシーンへのこだわりぶりについて知ることができる。動画、真田広之がアクションシーンへのこだわりを語る特別映像真田は、日本の文化を正しく世界に紹介したい、という熱い思いのもと、日本の実力派俳優陣&時代劇経験豊富な専門家たちを揃えることを条件に出したといい、撮影前には徹底した訓練合宿を行った。解禁された映像では、そんな真田の高い要求に全力で応えようと、一心不乱に挑んでいたキャスト陣の様子が映っている。専門家の徹底した監修により、刀を使った殺人のシーンはもちろん、馬術や弓術まで、戦国時代のリアルな侍の動きが細部まで表現された本作。中でも注目すべきは、これまで他作品ではあまり書かれてこなかった女性陣の戦い方。第5話以降の後半戦で、男性陣の活躍の裏で躍動した女性キャラクターが印象的に描かれる本作では、それらのキャラクターの虜になる観客たちが続出したが、物語の鍵を握るマリコ役を演じたアンナ・サワイは、戦国時代には女性たちも実際に戦ってた、とコメント。ジャパンプレミア登壇時、本気で挑んだアクションシーンで薙刀が半分に折れたり、歯が欠けたりしたというエピソードも披露していたアンナは、その撮影において、女性の侍も訓練を受けるの。戦闘中でも足を開くのは許されないから薙刀で距離を持ちつつ戦う、とも話し、ただ激しいだけではなく、一つ一つの所作までも徹底的に再現する必要があったと語っていた。そんなアクションシーンについて、真田は、史実や文化を忠実に守った。すべて計算してある、と自信を見せている。これまでの、将軍、と第9話のあらすじ以下、第8話までのネタバレを含みます。ご注意ください。日本を統一していた太后亡き後、幼い後継者の80先代に代わり、諸国は吉井虎栄、真田、石堂和成、平武宏、ら5人の大老によって治められていたのだが、大阪城の城主でもある石堂の策略によって、虎栄は他の大老たちと対立関係に陥り、大阪城に囚われ、いつ首をはねられてもおかしくない状態にあった。石堂たちを欺き、なんとか大阪城から脱出した虎栄だったが、石堂たちに立ち向かう準備を進める中、大地震によって兵を失い、イボ帝の佐伯信達、多くの栄太に裏切られ、我が子、長と、倉勇気も失い、打つ手のない状態に。虎栄はついに降伏を宣言するが、賛成できない家臣の広松、西岡徳馬が切腹。虎栄は最側近であり、最も頼りになる広松まで失い、さらなる窮地に立たさされる。あとは降伏あるのみ。そのことを伝えるため、家臣の柏木矢部重、浅野忠信、アンハリ、コズモジャービス、マリコ、沢井は石堂への使者として大阪に旅立った。第9話では、大阪にたどり着いた矢部重は貢ぎ物としてアンハリを石堂に差し出す。幼少期を共に過ごした落葉の方、二階堂ふみ、と再会したマリコは、石堂に、虎栄は1ヶ月後に大阪にやってくるが、その前に虎栄の正室、霧の方、道具千代子、と姓の方を連れて江戸に戻る、と宣言するが、裏切った家臣、矢部重の手引きによって石堂の兵の襲撃を受けてしまう。厳しい戦況に追いやられる中、次第に、これまで虎栄の下で忠実に務めを果たしてきたマリコの固い決意、そして彼女の使命が明らかになっていく。虎栄 VS 石堂の戦いはどのような結末を迎えるのか？窮地に追い込まれた虎栄が、密かに計画していた壮大な、計り事、とは？物語のフィナーレとなる第10話、最終話、は、23日より配信。虎栄が長年にわたって遂行してきた秘策の正体、誰も予想できなかった衝撃の真実、この国への思い、そして未来に向けた壮大な策の全貌が明かされる。